はい、皆様こんばんは、ターキーです。これしっかり映ってはいるようですね。キコさんの楽しかったというコメントが残っております。私も楽しかったです。はい。誰か映ってるっていうか、もうちょっとちっちゃくしようかな。あんまりにもちょっとあまりにも恥ずかしいから、小さくしておかないといけないようだね。このぐらいでいいかな？もっと小さくするか。もっと小さくします？これでいいです？はい。じゃあ、これでいいということで。コメントビュアーは生きてるかな？ちょっとコメントビュアーが生きてるかどうか確認します。少々お待こちんくばだんさはい。に。はい、こんばんは、ワン、ツーです。ワン、ツー、スリーですかね。アナちゃんがコメントしてくれたから、ちゃんとコメントビュアも動いていて、読み上げちゃんも、大丈夫だというところで、始めまして。始めまして。ああ、恥ずかしい、ター恥ずかキーしい。さん、確かにゲストですね。そうですあれ？ね。犬じゃない？犬じゃないですね。犬の方はね、ちょっと今忙しいみたいなので、私が代理で、今回務めさせていただきます。というのをね、こんばんは。別にしたかったわけじゃないんですけど。ちょっと待ってくださいね。はい、カフェスさん、こんばんウはでィース。ス。はい、花ちゃん、ウィースです。はじめまして。はじめまして。はじめまして。だからゲストで来たくなかっこたんんばだっんて。は。はい、マドさん、こんばんはです。なるべくであれば、そうです犬やなね。やん。わら。そう、犬やないんですよ。でも、犬もターキーで、私もターキーなんですよ。説明が難しいな。はい。ちょっと犬のターキーさんが忙しいということで、初私が見です。来ました。はい、ジンちゃんいらっしゃい、こんばんはです。一応断っておきますけれども、ちゃんと配信が終了した後は限定公開になるからな。つまりアーカイブは残らないからな。はい、トーマさん、チャオです。どうしよう、こんなことをしてしまったというか。ものすごい度胸がいるようなことをして、カメラが気になって、私、コントローラーを握れないんですけれども初見です。マリオダンジョンと聞い て。そうですね、プティオス遺跡をね、一応やっていこうかなと思うんですけど、その前に、一応総括、最終の幕ですから、後ろは初気に見すでるな。す。はい、マドさん、初見さん、いらっしゃいです。初見です。はい、職権です。総括、込まないといけんかーいってね。いけないのかーいっつってね。愛されてるね。フェイスリグじゃなくてリアルタイムのカメラを向けておりますので、ここに映っている私は私じゃないかもしれません。ここに来て混乱させるようなことを言キう。コさん、私。カフエスさん、ハナさん、マドさん、ジンさん、トーマさん、寿司猫さん、こんばんははん。い、こんばんはんです。さすがモデ初レーター見でかす。なども。はい、そっちの初見です最か。後は顔出しやったー。そうですね。だって最後、やっぱり私が出ないといけないんじゃ初ないか見なでと思っす。て。ちゃお。そっちの初見ですか。初見がなんか盛り上がってるのか？最後のゲストはディレクター&プロデューサーのターキーさんです。皆皆様、はさじん、めましこんて。ばんは。こんばんはでアナさす。ん、こんばんこは。んばんはで条件す。です。条件です。そう、これは一応最後だし、限定公開という字。条件です。うん。皆さん、ウウィーィースでス。す。ウィースです。だからね、本当最後の最後まで悩んだんだけど、スペシャルサンクスを掲げているプラス、まあちょっと今から、予想通りの顔だ。予想通りの手入れたかったのにご返還、顔 あ、自ご分返です。還 なんか、初見とか条件とか、職権とか、いろいろコメントいただきありがとうございます。予想通りでしょう。うん。予想通りなんです。助言で初すいた見だできす。ました。初戦です。初戦なんですよ。はい。背後から貞子が出たりするのかな？怖いよね。ちなみに、後ろはあんまり片付けターる余裕キーがなさん。かったんですね。はい。ジンちゃん、いらっしゃいです。こんばんはです。あんまり後ろは見ないでく皆れ。様こんばんは。ご挨拶ありがとうございます。今ね、ちょっとね、何言われるのか、私ちょっと内心ブルブルしてるからね、ブルブルしてるからね。コメントにもこう、敏感に反応するかもしれないし、
カメラを向けてプティオス遺跡ができるかどうかっていう自信がないんだけど、はい、じゃあまずはゆっくり話でもしましょうかっていう雑談ではないんですが、一応皆様ご視聴いただきありがとうございます。そうだな、あ、そう、寝ても覚めても良い夢をっていう最後の言葉の真意は何かというと、なんか説法見たくなるんだけど、まあ寝てても寝た時にいい夢を見れればいいなと思って、おやすみなさい良い夢をと言ってきたんですけど、まあ覚めていてもね、別の方の夢、こうなりたいなとか、ああなりたいなとか。皆様こんばんは。はい、プランプさんいらっしゃいです。スクリーンショットしました。するなするなスクショ撮られたったじゃないかまあいいんですけど、いいんですけど。プランプさんこんばんは。ターキーさんばんわし。はい、レドスコさんこんばんはです。まあね、するなっていうのはちょっといかんな。するなって言ってしまった。別にいいんですけどね。はい、レドスコさんこんばんです。事件である。いいんですけどね、最後だから思い切っていこう。あら、私もスクショしなきゃ。高いよ。スクリーンアウトしました。うん、アウトありがとうございます。レドスコさんこんばんは。こんばんはです。最後はディレクタープロデューサーのターキー私から、ご挨拶と、何をするんだったっけ。そうそう、寝ても覚めてもう良い夢をね。だから寝てるときは、夢、うん、で覚めてるときはこうなりたいな、あーしたいなという夢、寝ても覚めても良い夢をという意味でございます。はい、伝わりましたでしょうか。それをただ伝えたかっただけというのと、あともう一つあるんですよね。これがまず一つ済んだから、次の説明をしないと。しちゃったもんね、大事にします。しちゃったもんは仕方ないもんね。はい、実際カメラが気になって仕方がないんだが、しっかりと最後の幕のね、説明をしないといけないですよね。ゲーム画面を一旦閉じてから、インターネット YouTube の画面に飛びます。ご注意ください。過去にぜひ。なんかご利益でも出るんか。ああ、そっか、音は流れてるんだったら別に被らせてもいいわけか。ただいま OBS スタジオのね、機能を私が知る範囲内でフル活用してるわけなんですけど、はい、ウィンドウキャプチャー、これか。はい、何でも鑑定団出品ですね。何でも鑑定団に出品どれくらいになるかな。1、10、100、100ぐらいになればいいですね。1000まではいかんだろうな。今私のパソコンのデスクトップ、明日スクショをプリントして部屋に飾ります。ありがとうございます。ゲームしながらなのでちょっと遅いですが、いますよ。はい、ありがとうございます、レドスコさん。ですね、次に伝えたいことは何だったっけ。ああ、今これはあれか、ライブダッシュボードが開いてるわけだから、これいい仕事してますね。いい仕事してる。こっちの方だな。こっちの、少々お待ちください。少々お待ちください。今、秒で切り替えておりますね。はい。この画面が私の YouTube のチャンネルです。あ、しまった。しまった、しまった。ここまで手が及んでいなかった。どうしよう。じゃあ、ちょっと仕事がおろそかになっていたな。まあいいか。じゃあ今からすればいい話だ。はい。再生リスト。今からすればいい話なんだよ。すべて再生は別にいいんだけどね。どっちから入った方がいいかな。こっちからやっぱり入るべきだよね。ホーム画面。違う。ホーム画面じゃないんだよな。ちょっと失礼。配信終了、いいですとも企画。なんだこれは。ああ、そっか。非常にごたついてるわけですね。しまったな。私も最後に顔出し、わら。ん？顔出し？ちょっと待って。おお、ジンさん。ジンさんは最後に顔出し。しまった、目測ずれてた。焦ってるな。今からじゃあちょっと。本当は裏でしておかないといけない作業を今からしますから。
すぐ済ましますから待ってください。ひょっこりはん的な。はい、ひょっこりはん。これがね、一応今さっき実況配信したやつなんですけど、この動画の編集を、済ませます。再生リスト、配信リストも企画完了を保存。はい、済ませました。ダブル。これね、やっとくべきだったんだよね。忘れてた、飛んでた、緊張で。すいませんね、本当に申し訳ない。これはパッと見せる予定だったんだけど。背後に私がいます。え、背後にいる？じんちゃんが。動画編集の勉強会ですね。いやいやいや、本当はね、もうスパッと出したかったんだよ、気持ちよく。こういうことだったんですっていうのを出したかったんですけどね。ちなみにウォーカーロンさんとジンさんは気づいていた。で、おとぎさんも気づいていた。他にも多分気づいてる方いらっしゃったと思うんですけれども。はい、これで一応完成した。やっと完成した。はい、今ね、ちょっと配信画面見れなくて、コメントもちょっと見れないんですけど、一回コメント見ようかな。ね、背後に花ちゃんがいる？ひょっこりはん的なと。答えは画面下にありますよね。そうなんですよね。それが言いたかったんですよ。はい。じゃあまず、こっちからかな。こっちからだよね。平成から令和に切り替わるときに、平成最後の企画としていろんなファイナルファンタジーの特集をしたんですが、下から順番にというか、文字を一つずつ打っていって、一番最後に終わった時に、縦読みをすると言葉になりますよというのをやっておいて、で、今回の最後の配信終了いいですとも企画を実行するにあたり、今回もやってやろうと思ってやってやりました。やってやったっていう表現はどうかなと思うんですけど。非常にカメラを目の前にしてね、私がどんな表情をしているのか気にはなるんですけど、後から見直しとくわ。平成最後の企画は、縦読みをすると元号平成から令和ですね。元号が平成から令和に変わるよ。長文ですね。そうなんですよ。27文字を考えるのがなかなか、これは苦労したんですよね。じゃあ読んでいきましょうか。今までご視聴いただいたすべての皆様に感謝というのを入れたかったと。そう、これがやりたかっただけじゃないんだけど、これを一つ一つにちょっと盛り込んでおきたかったんですということです。はい、以上です。あと何か言いたかったはずなんだけどなぁ。あ、で、今回の特別枠の一番最初に、矢印を入れてますんで、でも今回ののがちょっと、ね。全ての皆様に感謝や。そうそうです、そうです。で、今ここに、下の方に黄色い文字で、今までご視聴していただいたすべての皆様に感謝という文字を、ね、まさかの監視、わら監視監視やと。そっちの方ですね。それを守り込みましたよと。というのも、実際スペシャル、そうですじゃないよ、そうですじゃないよ。あ、監視、監視ね。スペシャルサンクスを掲げておいて他の人はどうなんだというのもね、やっぱり自分の中で引っかかっていたんで、隠しメッセージで入れました。以上です。以上です。あー、すっきりした。これが言いたかっただけなんだよな。これが言いたかっただけ。ウィンドキャプチャーを閉じまして、はい、それではですね、実況配信者だからやっぱり実況していかないといけないということで、プティオス遺跡をやっていくんですけど、ショートカットを全部開けて一周して終わりにします。ああ、これで最後か。ちょっと待って、今自分の表情を見る余裕がないんだよな。余裕がないんだよな。かつてなく私緊張しております。皆様、生温かい目でご覧ください。
こんなに緊張することはないよね、多分ね。最初で最後だからしたのかもしれないけれども。バックキーフェイスで着 BGM 地失敗からだと思ってた。話せレブの準備は大丈夫です か？大丈夫ですよ、問題ありません。タイプ F の動画も一応撮ってはいたんですよね。プティオス遺跡に行くためにっていうので、撮ってはいたんですけど、結局はお蔵入りになってしまいました。はい。じゃあ、これで最後です。ああ、緊張する。緊ま張さかすのるんゲーだムね。オーバーからのモルボルブームからのプティオス。それをお望みですか。このプティオス遺跡に行くまでには、レガリアのタイプ F で来ないといけないという、そこがあるんですよね。それがうまくいかなくて、一番最初はなかなかここに来るまでが大変ですよというのをよく聞きます。はい。一つ目のショートカットを、破壊してから、次二つ目に行くわけですけど、私もこのプティウス遺跡初見でやったときはだいぶ時間がかかったのと、プラス、ショートカットを解放するときに、なんか、滑走路がギリギリだから難しい。そこなんですよね、本当に。ねえ、滑走路ギリギリだし、レガリアが当たってしまったりとかしたらゲームオーバーになってしまうっていうのがあるんですよね。プティオス遺跡をね、別枠でするっていう約束はこれで果たしました。無駄な自動運転が邪魔をする。そこなんですよね。ちなみに速度をね、ギリギリまで下げればある程度はいけるみたいですよ。ある程度いけるっていうか、私がここに来るときは速度をやっぱりギリギリまで落としてからね、低空飛行に入りますので、まだ来てみたことがない方がいらっしゃればご参考にしてくださいと。あとは何か言うことがあっただろうか、果たして。なんかいろいろありすぎて、こういう時って思い浮かばないもんですよ。そう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 、それも気をつけないといけないですね。オートラン機能っていうのがありまして、スティックを押し込むとね、ノクトが勝手に走ってしまうっていう、それが入ってしまうとなかなか進んでいくのが難しいですので、そこはきちんとね、というかいらないんだけどね。 プティオス遺跡だよね。ちなみに、シフト移動はプティウス遺跡ではできません。なんかバグでできるようにすることができたようですけど、アップデートで確か対策されたんじゃないですかね。多分ね。はい。玉乗りノクトのお時間ですよと。で、ゴールドソーサーの BGM でやっていきます。いやー、この BGM もね、毎回何にしようかなって悩んでいて、最後どうするかなと思って。まあ、ここもグローリー師匠が絡んでるわけだ。そうなんですよね。最後はグローリー師匠が絡んでるんだ、よく。ん？覚醒のことできちゃったら楽勝だろうそうね。ですね。もうあっという間に終わっちゃうでしょうね。はい、飛ゲーんでムクでリすア、か。わら。飛んでクリア。もうあっという間に終わってしまうというか。実際ちょっとやり方もあるみたいなんですけどね。そこら辺は検索していたでだもけれ全体ど。像見てみたい。覚醒のことで。どうなってるのかっていうのをね。確かに見てみたいのは見てみたいですよね。どっからどう行けばショートカットできるんだろうとかね。結構無駄に。ガンガン進みながら私もした経験がないわけでもないですけど、もうでもほとんどのショートカット、まだでも発見されてないショートカットとかひょっとしなくてもあるんじゃないかなと思っていますけど、どうなんでしょう。これがどこからどこにつながってるのかっていうのはね、正直まだ完全に理解したわけじゃないからな。このプティウス遺跡を攻略するには、カメラワーク。
カメラワークが死ぬほど大事になってきますね。カメラワークとタイミング、それさえうまくやれば、ショートカットルートもアップデートで消されちゃったりしますし、そうなんですよね。斜めエリアはありそう。ショートカット、そう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 、どこらかしらかあるはずなんですけどね。アップデートで対策されてね、あのマリオダンジョンを通らなくてもいいっていうのもあったんですけど、それも消されてしまってますからね。まあでもマリオダンジョンが一番楽しいとは思いますよ、個人的には。だけどね、さーて、ここはちょっとゆっくりじっくりと進んでいきたいところではあります。あーしまった、やっちまった。今までここまでノーミスできていたのに。まゆっくり行きましょうか。よいしょ。でなんかこのプティオス遺跡をタイムアタックするというのがいつぞやか私のやりがいになっていて、結構裏で何周もしていたという記憶というか思い出があるんで、今回ね、今回最後の最後はこれにしようということで、これに落ち着いたわけですよ。最後の走りをご覧ください。はい、回転床のエリアに来ましたね。ここはね、一回こう来てからこう来て、で一旦ジャンプして上にちょこんって乗るのがね、なかなか難しいんですけど、でもそれはイメージすればできます。まあこの遺跡でイメージすることの大切さを学びましたね。イメトレディアルよ、なんか知らんけどプティオス遺跡に語ってるんだけどすいませんね、あのプティオス遺跡がわからない人がいるかもしれないんですけど、要は隠しダンジョンみたいな感じですかね。うん、で敵がいない、敵がいない、アイテムだけはあるけど、こういった針とか障害物とかはありますよというのがプティオス遺跡の説明でいいのかな。実際よく知らない私がいます。そしてだんだん緊張が解けてきた。ハリアムは敵、いやハリは友達だ。あれですね、あのなんだっけ、ダッシュダッシュダッシュキックエンドダッシュ、電撃イライラ棒的な何か、そう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 、非常に例えが分かりやすい、さすが寿司猫氏。キャプテン翼か、ボールは友達だみたいな感じでね、ハリは友達だってね、そんな軽い気持ちであればね大丈夫です、全然問題ありません。危ねとか言いながらね、うほほーいみたいな感じでね、こうやってダッシュをすることが可能になります。ハリヤマの友達は断る断る友達蹴りまくるのかな。そうですね、あれもまた友達を蹴りまくっているアニメになってしまうのか、どうなんだろうっていう、まあね、素朴な疑問もあるって言えばあるんですけど、ないとは言えないんだけどね。はい、ここまで来て、デーモンズちゃんを拝みます。こう来てからのこうですね。あ、しまった、ダメージシフトがうまく取れんかったな。はい、こう来て、相方の足首を蹴ったり、ツインシュート、ツインシュートツインシュート面白いな。デーモンズウォールが現れましたね。はいはい、ショートカットを全部解放するということ、あ、しまった、まあいっか、今ここでショートカット全部解放で思い出したんだけど、あ、まあいいな、ちょっと動揺したな。あそこはショートカットの部類に入らないから、まあいいかな。玉乗りをしていたエリアがあるんですけど、あそこにもね2つねショートカットらしきところはあるんですけど、もうあそこは見なかったことにしてくれ
緊張でそこをすっ飛ばしていました。私、冬のライオンって歌が良かった。冬のライオンって歌、それがなんかキャプテン翼と関係してるんですかね。オープニングかエンディングかなのかな。ちょっと冬のライオンって検索してみよう、終わってから。あの話の種に出したもののキャプテン翼はあんまり知らないというターキーさんです。はい、あんまり知りまへんいかんな。エンディングです。あ、エンディングなんですか。なるほど。やっぱりね、あのフェイスリーグでのアバターと生身の人間だとすごく緊張するっていうのが分かるっていうか、当たり前なんですけど。エド覚えてない。エンディングは覚えていないと。いやー、手汗が半端ねえぜ手汗が半端ねえこう来てからこうですね。で、今後の一応、まあ実況配信は終わるんですけど、配信者様のところにはね、あの、顔出しというかコメントというか、この顔出しじゃなくて、分かってるわな、そんなことは、つってね。コメントとかしていこうかと思いますので、あいつだと思ってください。あいつが来たぞ、つってね。ドリブルでスライディングタックルしてくる人をぶっ飛ばしていく脚力はいかほどか。あー、そういえばなんかそんなキャラクターがいましたね。顔出しでコメントはい。コメントはい。顔出しで実際コメントできる機能が、いや、ないよな。そんな機能がない。いかん。なんか変な汗をかいてきてしまった。変な汗かいた。はい、こう来てから一旦ジャンプをして、受け身をこう。きちんと取らないように武器を切り替えてからショートカット開けるって言っときながら、ショートカット開けてないよね、あそこね。開けてないね、あそこのショートカットね。開けるか。汗垂れ流し配信もお願いします。今ね、リアルにちょっと汗かいてます首筋のところにエアコンはつけてはいるんだがな。緊張の汗です。はい、ちなみに私天然パーマなんで汗をかくと大変なことになってしまいます。こう来てからこうもいけるんだよね。はい、であそこのショートカットはどっからどういくんだったっけ。あれ覚えてないな。ぐるっと回れば確かショートカット開けれるはずだから、どれだけ走ってもゴールが近づかないイメージダッシュダッシュダッシュ。こう来てからこうですね。こう来てからあっちに行ってショートカット開けてからまっすぐ行けばいいのか。すまん、これは独り言です。でももう行けるルートは確保してるから大丈夫ですね。不測の事態に備えてきちんと修正していく。これぞアビリティ迷子で迷った。宝石です、宝石宝石そんな誇って言うほどのことじゃないんだけどさ。ここを壊してから何が言いたいかというと、ここからまっすぐ走っていけば多分向こうのショートカットに通じるんじゃなかったっけ。今ね、デーモンズちゃんの動きを見ております。さあ行くぞ、ダッシュ。確かつながってませんでした。さっきアビリティ前も発動してくれましたからガーディナ行きで本当にね、あれはびっくりした。自分でもあれは寿司猫氏に突っ込んでいただかなかったらもう軽く事故になっていたレベルですね。そんな恥ずかしいことを今言うああ動揺してるわかりやすく動揺した今いかんな。なんか変な断末魔を上げている人がいますね、ここにね。約1名いますね。もう恥ずかしさでどっか穴があったら入りたい。ああ、本当に入りたい。ああ、穴があったらどっか入りたいよ。オートへのショートカット開通儀式かと。なるほど。実際なんか、オートへのショートカットね。またうまいことを言うな。こっからですね、2つの道があるんだけど、どっちを行こうかな。どっちの道を行こうか。
普段行ってる道を行こうか、それともたまには別ルートで行こうか。たまには別ルートでちょっとパンチパーマーになるの？パンチパーマー、実際私ね天然パーマなんですよね。天然パーマでね、髪が長くなるとくるくるなるというか、まあ今もうちょっと伸びてきたらだいぶ厄介なことになるんで、もうちょっとしたら髪の毛を切らないといけないかなと思ってるんです。あのね、マダムにはねすごい人気があるんですよ。本当に人気あるんだわ、マダムに人気。あのスーパーのレジとかで並んでるとね、あらいいねーって言われるんですよ。何がいいんですかっていう話で、あんた僕のオペラの屋根裏本当はこんな感じなんだろうな。ああ実際多分こんな感じなんでしょう。あんたそれはパーマーかけてんのねっつってね、鹿児島弁で言われるわけですよ。いやかけてないですよっつったら、あらいいねーって言われるんですよね。何がいいんだかよくわからないね。マダムたちはね、あのお金をかけてパーマをかけるらしくてね、すごい羨ましがられるんですけど、でもやっぱないものねだりですね、人間っていうものは。私はストレートがやっぱりいいと思ってるんだよな。手間がかからないと思うんだよな。やっぱり人間ないものねだりなんでしょう。背が低い人は高く高いことを望み、太ってる人はね、そう、太ってる人は痩せることを願い。でもまあそれを願うからこそいいんでしょうね、世の中というものは。となんか綺麗にまとめようとしているんだが、実際今言っていて話がなかなか入ってきてない話がなかなか入ってきて、ショートカット全部開けるって言っていたから、ここも開けないとダメですね。あれ？しまったしまった、そっちじゃない、あーしまった、間違えた、勘違いしてた、いかん。普段間違えないところを間違っているターキーさんで、まあいっか。今30分ほどか、賞味だいたい1時間ぐらいを予定していますので、もう少々お付き合いください。これが終わったら、これが終わったらなんだろう、プロポーズでもするんかな。プロポーズ死亡フラグじゃないですかそれ、怖い怖い。いかんな、なんであそこで間違えたんだろう。じゃあ今度は間違えないようにちょっとショートカットしていこうかな。間違いを防ぐがためにショートカットをしていきます。やばい、首筋の汗が半端ないですね。こっちにこう飛んでから、こうショートカットして、でここなんだよな、ここ、さっき間違って勘違いして飛んでしまったところですね、ここがね。あーダメだ、あんなに難しかったっけ、まっすぐ飛ぶのが難しいんだな。ここ加減体図見てみたい。ちょっともう一回ショートカットであそこまで行きますんでね。あのね、アルティマニアとかにもこのプティオス遺跡は載ってはいるんですけど、さっぱり見ても私よくわからない。難しそう。難しいんですよね。実際ね、この遺跡で一番難しいのがまっすぐ飛ぶこと、あと着地をしっかりすること。逆にその2つができるようになればできます。できるんですけど、今ちょっと集中力を集中力めちゃくちゃ欠いてますから私。届かない、あーやっぱ届かんかったか、もう目測で分かってたんだけど、あーでもどうしよう、ショートカット全部開けるといった手前ミスを開けんといかんでしょやっぱり。ちゅうことでちょっと肩の力を抜いて頑張るか。ちょい移動が難しい。そうそうそう、ちょい移動がねなかなか難しいんですよね。あとカメラワーク、カメラワークしっかりしていかないと。
焦ったらダメなのはわかるんですけど、焦ってしまう今日この頃ですね。もうあっという間に10月になってしまうね。10月になったら10、11、12、あと3ヶ月で明けましておめでとうございますってなってしまうんだね。あ、しまった、またやってしまった、どうしよう同じところを何回も見せてしまう。すいません、謝ります。誠に謝ります。生身で謝らせていただきます。どうもすいませんでした。1時間でクリアとか普通じゃ無理です、ここ。でも実際ね、あのショートカットを使ってすごい速い人とか世の中にいますからね。全部ね、ジャンプでいけばね、すごいタイムが縮むみたいなんですよ。私はどちらかというと、なんかそのなんていうかな、かっこよさが足りないからそこはしてないんだけどかっこよさを求めてるからな。まさに田代水石の罠、すごい速い人と比べたらあかんです。そうすごい速い人はびっくりしますからね。足すか足すなのかって思う。危ない危ない。通常の人は数時間コース。ちょっと待ってね。ここをちょっとまっすぐ飛ぶイメージをしてから飛びますんでね。少々お待ちください。まっすぐ飛びます。飛んだ。刀振った。落ちた。もういいや。普通に行こう。普通に行こう。諦めんのか。諦めたくないな。絶対諦めたくないな。まっすぐ飛びたいな。あそこの。諦めたくないですね。てっぺんは超えることはないと思うんだけど。よいしょ。穴だらけの頃だと2分台でクリアとかあったみたいですし。あ、そうなんですか。諦めないで。よし、じゃあ、マヤミキの精神でいこう。名前出していいんか。いかん。諦めちゃいかん。もう一回こっから飛んで、はい。でこっからこう飛ぶのもなかなかね、イメージ通りに飛ぶのがなかなか、あ、やっぱり難しいわ。あ、オートランが入ったな。じゃああと1回だけします。あと1回だけやってダメな時はもう諦めよう。さすがにそれは諦めざるを得ませんな。あそこまっすぐ飛ぶ。多分刀を振らないでしっかりスティックをニュートラルにすればいけると思うんですけどね。ちょっとやっぱりビビってしまって刀を振ってしまうんだよな。待ってくださいね。少々待ちよ。こう来て、ここも慎重に、慎重かつ丁寧に耐えた。あー、ダメだった。ショートカットするからいけないのか。喉が渇いてきましたが、そのまま水分を取らずに行こうかと思います。実際ね、今ね、首筋にめちゃくちゃ汗がね、ブワーって書いてますね。これはまた配信終わったら一風呂浴びてから寝ないといけないな。こう来て、こう来て、 BGM 変えるか。いや、このまま最後まで行きたいところであるんだけど、シャッフルにしようかな。シャッフルってどうやるんだったっけ。こうか。マトウヤの洞窟、こっちルートじゃなくてこっちで行くか。普
ディオス遺跡が私が好んでやってる一つの理由として、ファイナルファンタジーの BGM をねゆっくり聴けるっていうのがいいんですよね。戦闘もあるわけじゃないからね、じっくり聴けるんですよね。でゲームのサウンドトラックとか結構聴くのが好きで、ウォークマンに入れて聴いたりとかもしてるんですよ。最近は歌われるもうダメだ、集中力が途切れてしまっている集中力が途切れてしまってます。というわけでもう先に進みます。暇人部隊が邪魔するからね、フィールドだと。そうなんですよね。先に進もうか。頑張ります。ショートカットはちょっとねやめとくわ普通に進んでいきますわ。ちょっと通常の実況配信とだいぶ違うということが分かった。まあでもこれに慣れてしまえばね問題はないと思うんだけども、やっぱりね顔出しというか、あのリアルに私実況配信してるっていうのをね誰一人言ってませんので、まあ、それ言わないか。ほうほう、人っ子一人言ってませんのでね、家族にも会社の人にもお友達にも言っておりませんので、だいぶ今ドキドキしてるわけなんですけど、最後だからいっかと思って最後だからいっか、そのスクリーンショットは大切に保存しておいてください。私は有名になることはあるんだろうか、果たして。ないかもしれない。お、そして、ファイナルファンタジー13の主題歌が流れてる。主題歌じゃない、戦闘曲が流れてるか。はい、ここまで来れたことは来れたんですけどね。ちょっと見送るか。申し訳ない。見送っていきます。先に進みます。1時間。あと15分でプティウス遺跡をショートカット開けてクリアします。任せときよっと。ここは絶賛ショートカット。声に特徴あるからリアル知人が配信見てたなら顔出ししなくても気づきそう。ああそのねその理由はだいぶうなずけますね。おまけにこの犬でしょう、犬の画像でしょう、まあ、犬の画像で気づかれるというのはあんまないかもしれないんですけど、まあ、別に家族にバレたからでどうっていう話でもないんですが、何なんでしょうね、どうなんだろうね、みんなね実際リアルに話してるんだろうか、実況配信されてる方は。ちょっと気になるんだけど。はい、ラストエリクサーゲットしました。配信者の方がいたら教えてほしい。多分教えてないですよっていう人がほとんどだと思うんだけどな。家族より仕事先の人に見たよって言われる方が怖くないです？怖い。パチパチパチ。怖い。あのね、あの、このヘッドセット、すいません今ちょっとマイク叩いてしまったんですけど、ヘッドセットをね会社の人が泊まりに来た時にね、あれなんだって言われた時が、ね、一番困りましたね。でターキーさんがごまかすために言った一言、あれはですね、仕事の同僚にも家族にも配信してることは言ってるし、ぐま。おお、そうなんですか。しかも仕事仲間よりじゃなく取引相手とかお客さんとかね。そうなるとね、ファンが増えるね。秋の階段でした。秋の階段涼しくなってきたじゃねえか、寒くなってきたじゃねえか。トーマさんは言ってるんだ、モンハンとかエドフやってるからとか。ああなるほどね、なるほど。あ、それで知ってるよっていう人はいるかもしれないですね。なるほどなるほど、オープンにしてもよかったのかもしれない。どうしても人の目が気になってしまうターキーさんなのです。女神像の胸元にダイブします。
おお、最後の戦い、ファイナルファンタジー9の GCD アレンジ。うわ、怖い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 。あんまり武器振らないでください。の足がプラプラしてた。プラプラしていた。実際怖いんですよね、このピティウス一族。ノクトの足震えてましたよね。やっぱりね、やっぱりね。どういうわけか、あそこ回転のところはそういう現象が起こってしまうんですよね。あー、ダメージシフト取れんかった。やっぱむずいな、修行が足りませんな。頑張っていこう。あとショートカットは賞味1、2つぐらいかな。わざとなの？バグなの？金足震えるの？どうなんでしょうね、移動してるからっていうのもあるのかもしれないですけどね。気にはなるな、そういう仕様なのかもしれない、どちらかといえば。1、2、刀振る。おお、びっくりした、ゲームアラートが来ましたと。おお、なるほどなるほど、了解。だいたい言わんとすることは分かった。こっち側からショートカット使うんであれば、こう言ってああ言ってああだから、ああダメだったか、届かなかったか。なるほどね、ちょっと後ほど確認いたします。1、2、刀振って、刀を振るタイミングがもうちょっとあれだな。よし、当たり前のルートでいきます。いろんなルートがあるんですよね、いろんな行き方、このプティウス遺跡。ショートカットは山のようにありますが、まあ普通の道で行きましょうか。まさに自分との戦いの遺跡だよね、ここはね。この遺跡のおかげでだいぶ精神修行ができましたよ。おお、ファイナルファンタジー9三昧か。いいですね。私の思い出のゲームだからな。一番最初に実況配信したのが9だから。ちょっとなんか嬉しいというか、分かってるよね、このシャッフルね。これはプライベートなことなんですけど、車の中でウォークマンを聞きながらね、通勤とか帰るときには、帰ったりしてるんですけど、ウォークマンの機能にお任せっていうのがあるんですよね。で、結構ね、お任せを流してることがあるんですけど、登録している曲のいろいろシャッフルして流してくれるんですが、なかなか分かっとるやんっていうのがね、多いんですよね。ああ、ここでこの曲流すみたいな感じで、ちょっとね、ウォークマンが愛しくなったりするんですよ。機械相手に愛しくなるってどういうことですかっていう、そういうツッコミが飛んできそうですけどね。あ、やるなーみたいな。あ、ここでこの曲流す、分かってるねーみたいなのをね、一人言いながらね、車で通勤しているおっさんです。分かるねーっつってね、あ、ここでこの曲かーっつってね。なんかちょっと嬉しい。うちの糸本シャッフル空気読まない。あー、糸本は空気を読まない。おお、私のウォークマンは優秀ですよ。何の張り合いをしてるんだかっていう話になるんですけどね。あー、ここ目測ずれたね。目測ずれたんだけど、ショートカットを作ってたからまだよかったね。ここね、ショートカット作ってないと結構大変ですよ。あ、また変なの拾ってしまった。ここが空いてるのと空いてないのだけでね、通勤の車の中は一人カラオケボックスだった。あー、っていうか私今もそうです。特にね、疲れてる時とかイライラしてる時はね、もう絶賛歌いながら帰ってますね。いや、それがね、結構ストレス解消になるんですよ。そしてね、対向車の人とかよく見ていたらね、熱唱してる人とかがね、実際いるんですよね。目を光らしてたりとかするとね、まあ、その時にね、すごいなんか同族意識を感じるんだよな。信号待ちとか見られてたら恥ずかしいけど歌ってますね。ですよね、ですです、歌っていいんです、そこはね。もうなんなら大音量にして歌っちゃっていいんですよ。うん、大音量。大音量。時々ね、あ、
ちょっと今の音量大きすぎなかったかなってね。私もがっつり歌う。がっつり歌いますよね。歌っていいんですよ。窓開いてたらね、恥ずかしいけどね。まあこの前玄関開けたら高校生が自転車で大声で歌ってるところに出くわしました。おっと、それはなかなか。今は車いらないというか使えない生活になったからできなくなったけど。ああ、なるほどね。なるほどなるほど。そこら辺の兼ね合いもありますかね。はい、有言実行で、あと10分で終わらすか。あと10分なんとかなりそうですね。多分なるな。窓は開けぬ。窓は開けぬ。窓を開いてしまったら大変なことである。こう来て、こうか。あのボタンをポチッとなと。ポチポチッとな。そしてだ。ボタンを押してから扉が上がり、この扉の上を進んで。自転車でそれなりの音量で歌いながら通過する人はたまに見かける。なかなかの強者ですね。いいですね。むしろ、俺や私の話じゃねえか。俺や私の歌を聴いていけみたいなね、感じの強者がいるんだな。私のお母さんがね、よくね、お風呂に入ってる時歌ってたからね。いますよね。わら、うん、自転車の人。そう、自転車だったりね、風呂だったりね。絶対鼻歌が聞こえてくるんだ、もう。上機嫌で、しかも。上機嫌で。どこの熱気バサラ。熱気バサラでやる。よっしょ。はい、こう来まして、はい、ここのボタンを押してと。さあ、もうすぐ、終わってしまいますね。あ、違う、こっちじゃなかった。飛ぶ場所間違えてる。からの戦友。お風呂の中で鼻歌するよ。酔っちゃダメだ、酔っちゃダメだ、酔っちゃダメなんです。はい、しゅんちゃん、こんばんはです。どうしたの？車は締め切ってるから恥ずかしくないけど、自転車でする勇気ない。あー、まあね。たーちゃん、皆さん、こんばんは。あー、しまったー。検診呼んでるよ。検診が呼んでますね。バハムートが呼んでいる。小林さん、こんばんに。さては、なんかお酒を飲みすぎてしまったのか。いいんです、お酒は飲みすぎるためにあるんです。一応最後の幕ということで。目隠しで来い。目隠しで来い。あの、それしようかなと思ったんですけど、ちょっと壮絶に事故る可能性があったんで、お蔵入りです。お蔵入りです。こんばんみ。しゅんさん、こんばんは。はい、しゅんさんもこんばんはです。カフェスさんもいらっしゃいましたし、今日はそうそうたる方がいらっしゃっていて、誠に感謝の極みです。はい、これにてプティオス遺跡は終了でございまーす。窓さん、こんばんみ。こんばんみです。You solved all the puzzles? Sure did. Fair and square. My brain hurts. チャオです。しゅんさん。ウィース、最後検診で終わるとは、うん、ねえ、これも何かの縁なんでしょうね。やったぜみたいな感じでね。ドヤみたいな感じになってる。とわ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 。顔出しと部屋出し、眼福ですな。部屋はね、出すつもりはなかったんだけどね、フェイスリグの設定が正直わからんかった。どうにかすればね、あのグリーンバックとかでできる可能性もあったんですけど、ちょっとそこまでする勉強。トーマさん、花さん、こんばんみ。こんばんみです。ションさん、こんばんは。ちょっと勉強しとこうかな。多分できるとは思うんだけど、グリーンバックを多分しないといけないのかな。ジーン、こんばんみ。こんばんみです。後ろは見るなよ。振り返るんじゃねえぞ。振り返るんじゃねえぞ。はーい、といったところで、なんとなくプティオス遺跡一つショートカットを開けられなかったんですけど、クリアできましたね。時間は54分。勉強したら復帰するってことよね。どうなんでしょうね。失礼。ごじってましたっけ。ションさんになってた。ごじってましたね。なるほど、そういうことですね。どういうことでしょうね。わかりませんな。とりあえずちょっとね、仕事でも天気が訪れそうというか、訪れる予定になってますので、
まあいいよ、ひとしさん、笑読み上げちゃんがひとしさんということ。じゃあそういうことらしいです、ひとしさん。はい、これにて一応終わりの幕というか、ディレクター&プロデューサーのターキーさんが登場して、一応プティウス遺跡をね、どこなの転勤、休んで落ち着いたら帰ってきてください。そうそうそう、落ち着けばね当分多分落ち着かないと思うんだなかなかね、生活の場が変わるってなるとね、慣れるまでに時間がかかりますからね。それによるストレスも半端じゃないだろうしね。好きです、笑。好き？好き？ああ、そうそう、私ね、とうとう、ね、落ち着け。とうとうね、月に行くことになったんですよ。お迎えが来るようになってしまったんですよ。皆様、長い間、どうもありがとうございました。ターキーさんは月に召されます。待っててあげるわ、わら。配信でストレス解消するでも。それもね、あるちゅうばあるね。そうですね。まずは落ち着かんといいか。まずは月に行って、ぺったんぺったん餅をついて、うさぎさんと仲良くなって、帰ってきたら実況配信するかもしれませんね。ラグナロクで送り返そうか？うん。ノエー。ありがとうございます。ラグナロクで月まで行って、でうさぎさんとお友達になってペッタンペッタンして、次配信するときは月のお餅を持ってくる。いいじゃねえか。こういうバカなことばっかり言ってる私ですけどね今までご視聴ありがとうございました。そっかそっか、こっちになってしまったか。これを繰り返しにしとかないとずっと流れはしないですね。はい、というわけで正真正銘これが最後のね、アバターが持ちで決定ですね。2年間お疲れ様、うん、ありがとうございます、しゅんちゃん、誠にありがとうございました。魔女と共に地球帰還、おー、それありがとう、なんとファイナルファンタジー、お疲れ様でした。8マットンどう、はい、ありがとうございます。カーフエスさんも体調の方気をつけながら、ASMR の実況配信頑張ってください。2年お疲れ様です。はい、ジンさんもありがとうございます。おもむろに話せるようです。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。待ってるからね。はい、月までは遠いですよ。それからペッタンペッタン餅をついて、お疲れ様でした。ありがとうございました。そうだな、次配信するときは餅になってるかもしれませんね。もっちもちになってるかもしれませんね。餅肌。2年間お疲れ様でした。それと、はい、これからもよろしくお願いします。もちろんです。好きあらばね、コメントしに行けますので。好きあらば、私も待ってますからね。 ありがとうございます。あれですね、全員で泣かすスタイルですね。お疲れ様でしたありがとうございました。あ、プランプさんにちょっと一言。プランプさんやっぱり最後までお疲れ様でした。ありがとうございます、レドスコさん。レドスコさんは非常に元気に配信されるからね、元気をもらえますね。でプランプさんはちょっとかけながら私尊敬してるんですよね。うん、すごいと思う語彙力ちょっと待ってよ、うん、大丈夫です。2年間お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。大丈夫ですよ。今日はね、そう簡単には切らないのでね、最後の最後なんでね。え、うん、え、なんでと思うかもしれないんですけど、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。短い編集とかされていて、短い時間にものすごく面白い動画の内容が凝縮されてるから、はあ、すげえなと思いながら毎回見てるんですよね。これは秘密なんですよ。今初めて言うんだけど。すごい方だと思ってます。実はね、実は尊敬してたんですよ。はい。そして寿司猫さんもご視聴ありがとうございました。感激です。感激です。いやいや。これでさっき配信してたよ。これでさっき配信、泣くってそんな。これでさっき配信していた？ん？ん？ああ、これで？これでというとどれでなんだろうな。YouTube でってことかな。どうなんだろうな。
いやいやいや、長々とローリングしてるだけ、動画出してる誰かさんとは大違いですねローリングしてるだけ動画、いやいやいや、そんなことはないです。ない、私もプティウス遺跡を何回も何回もね時にもう卒業しますとか言ってね、入学しましたっつってね、食らいついて実況配信してる。見れないかな、わら、あー残念ながら見れないからちょっとね、このまま日付変わるまでいきそう、わら、このままですか、日付変わるまで、てっぺん越えですか、それはさすがに。付き合ってはニコ生でお願いしますニコ生で配信サイトもいろいろありますからね、うん、ニコ生、YouTube、ミキサー、Twitch ぐらいしか知らないんだけど、他にもあるんでしょうね。次は、わら。次は。次はニコ生か。考えておく。やるとは言ってね。ターキーさん配信最終回。はい。21、30、ターキーさんの URL、はい、さようなら。ターキーさん、戻ってきても。いつでも場所はあるからね。なんて素敵な言葉で復活。いやいや、まだ決定ではない。はい、わかりました。ん？あ、そうなんだ。ありがたい、そんなことまでしていただけるだなんて。え、それで配信をしていたんですか。うわー、これを概要欄に貼ってたよ。すまん、泣くそれは泣いちゃうなそれは泣いちゃいますね。だよだよ、ターキーさん。はい、キコさんいらっしゃい。一応これで終わりなんですけど、なんかやっぱ話セレブがいるみたいですね。話セレブがいるわ話セレブ待ったないわ、本当に。もうでもね、メガネかけていてヘッドセットをしてたからね。そう、そうですね、うん、ありがとう。ジーンってしてきた。メガネかけてからね、泣いてしまうとね、大変なことになるんだ。ヘッドセット外してからね、メガネ外してからね、涙を拭かないといけないから。メガネに水滴たまるよ。そうそうそう。だからね、ゲームで感動してるときに、ね。最後くらい泣いてもいいぞ。最後くらい泣いてもいいぞ。うん、大丈夫だ。ちゃんとこっそり泣くからこっそり泣くからなんかあれ、ちょうどいいところで泣けたらとか言うのかな。うん、 これね、なかなかね、難しいんですよ難しいんですよはい、それではもうそろそろ、いやでもそこまでしていただいたというのは非常にもう、こっそり泣かないでください。こっそり泣かないでください。泣いていいんだよ泣いていいんだよ。はい、それではですね、もうこっちのがいいか、こっちのがいいかと。うん、ああレドスコさんね、どっちもレドスコさん。どちらが本物のレドスコさん。答えは2つに1つ、どっちもレドスコさんだったね。いやー本当にありがとうございます。私なんかのためにそこまでしていただいて、誠に誠にありがとうございます。もう今日は多分私がいい夢を見れそうです。舌が回る。舌が回りません。感動して舌が回りません。いやー、恥ずかしさもあり、感動もあり、もうなんていうか、いろんな感情が渦巻いてるわけですけれども、配信振り返り企画をしてよかったな。1年の記念になったのなら、うん、だいぶなりました。いい終止符だね。そうですね。配信振り返り企画をして、いろんな人と交流をして。ねえ。実際私はあれです。実際話がうまいわけじゃないんです。ただ話を聞くのが好きなんですよね。だから話す側のこんな配信者ってどうなんだろうと思っていたんですけど、だんだん楽しくなってきて、いつの間にか慣れてしまう。でもここがスタートだ。おお、こっからだ。ねえ、一旦まあ、ゴールテープを、自分なりに定めたゴールテープを切ってからまたスタートしていくと。うん。そういう解釈で、また明日からもね、頑張っていこうかと思います。いつ終わろうか。いつ終わればいいんだろう。
時間を決めましょうかね。あと10分。あと10分で終わりにします。泣いても笑ってもあと10分です。ターキーセカンドシーズン待ってます。はい、ありがとうございます。私に何か言いたいことがありましたら、ターキーさんや、あと10分で原稿用紙1枚分にまとめてね、提出してください。原稿用紙1枚分簡潔に分かりやすくお伝えしていただけると喜びます。っていうか最後のだけで さっきの言葉だけでもう十分なんですけどね。はい、私にとってはもう十分です。もったいないことです。配信はまた来るんだぞ。もちろんです、もちろんです、もちろん。読み上げちゃんが大変なやつ、原稿用紙1枚そうですね、10分じゃ読み切れねえだろうってね、全く思って、その通りですな。いや、600秒だからワンチャンいけるかって。原稿用紙って何文字なんでしょうね。待ってるからね。はい、ありがとうございます。みんなのとこにであなたの場所はあるからな。そうなんですよ。そしてね、一応このターキーのチャンネルも閉鎖はしません。戦友ご一緒楽しかったですよ。ありがとうございます、ジンさん。私も楽しかったです。原稿用紙買ってきます。400ギガデフォ。D ミロさんいらっしゃい。原稿用紙買ってきますか。そうですね、400字なのかな、原稿用紙1枚って。確かそうですよね。出会いに感謝。はい、これからのターキーさんに素敵なことがありますように。ありがとうございます。戦友また誘ってください。わかりました。あ、しれっと聞いてました。しれっと聞いてたんかい、ディメロシー。待って。今日はなんか大変なことがあってみたいで。お疲れ様です。リツイートさせて。リツイートしてくださると。あ、ちなみにね、この配信は限定公開にするから、後から見れない仕様ですね。ディメロさん、こんばんは。残念だが、公開はしないぞ。限定公開。お片付けしてて。ああ、いえいえ。ありがとう。ありがとうございます。お片付け無事済みましたか。今日は大変だったみたいで。いろいろありますな、生きてれば。生きてればね。花さん、こんばんは。はい、ご挨拶ありがとうございます。舌が回ってない。そして私から言いたいこと、そうですね、一番最後に、ありがとうございます。交番で遊んでましたからね。みたいですね。どうやらね。番わし。ちょっと一悶着あったみたいですね。いや、やっぱりこれはやめとこうかな。うん。ターキーさんに出会って2ヶ月のお別れ。はい、そうですね、キコさん。レドスコさんからのつながりだったかな。2ヶ月でしたね。まあ一番嬉しかったのが、その、もっと見ていたかったっていう声を聞くのがね、なんか切なくなりますね、やっぱりね。そう言ってくださる方が一人でもいらっしゃるというのは。そしてチャンネル登録、言いたいことは言わなきゃ。そうですね、まああとチャンネル登録100人を超えたっていうのも一つの自分の中で良かったのかな、どうなのかなって思って、まあやりきった感はありますね。言いたいことを言わないといけない。パナさんのモデレーターを解除するかどうか、これ最後まで悩んだんですよね。解除しません。しません。いや、した方がいいのかなと思ったんですよ。他の実況者の方のところに行った時に、どっちでもいいですよ。どっちでもいいんかい。どっちでもいいんかい。残しておくもの。そうですね、こんなお別れ嫌だ。ああ、いや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 。でも、別れがあるから出会いがあるんですよ。世の中というものは。出会いがあるから別れがあるんですよね。その別れと出会いを大事にしていけば、自然と人間関係というものは良くなっていくんじゃないでしょうかね。うん。じゃあ、解除しません。解除しませんよー。そうで、出会いと別れを繰り返していって、さよならは言わないぜ。かっこいいじゃないか。このまま非表示、このまま非表示。限定公開だから公開はしませんね。公開はしないっていうのを、公開はしない。行ってみたかっただけです。行ってみたかっただけです。はい。
さよならは言わねえぜ。またなっていうことですね。なるほど。グッとくるじゃないか。みんなで私を泣かせに来てるんですね。あと5分です。好きな食べ物は何ですか？好きな食べ物はドーナツですね。うん。特にね、チョコレートがちょこっとだけついているミスドで言えば、チョコファッションが私大好物ですね。あれは美味しい。いってらっしゃいですね。うん。とりあえず月に行って、うさぎさんと好きなものはトワさんですね。そうですね。さすがパナちゃん。ああ、犬の写真が見たい。ちょっとお待ちください。じゃあ最後に犬の写真を出して終わりにしようか。ここはちょっと事故らないように。事故らないようにターキーを召喚しないといけない。ピクチャー。ターキーさん、やーい、どこ行った？あ、これにしようか。はい。ポンちゃんとターキーです。ちょっと小さくしようか。あんまりにもデカすぎるね。やっぱりトワさんなんだね。単純ですからね、私ね。うん。どうよ、こんな感じで。あ、ちょうどいいかもね、これぐらいの大きさがね。向かって左側がポンちゃんですね。母犬で右側がターキーですね。ターキーさんのツイッターフォローしたら犬の写真あげてくれますきっと。ですね。いいね。最高、はい、お別れ。これでお別れにしましょうか。もうちょっと大きくしてもいいか。うん。はい。それではですね、一応これにて終わりにしましょうか。ちなみにターキーの、名前の由来は、多いと引っ張って喜ぶ。フォローしなきゃ。ありがとうございます。喜びと引っ張ってターキーなんですよ ね。ありがとうございます。うちのお母さんがつけた喜びが大きい犬に なってほしいということで、いい名前だなと思って私がね、ちょっと拝借して実況配信していたわけです。はい。うん。泣きそう。泣きそう。おお。泣いてもいいんですよ。逆に。逆に泣いてもいいんだよ、レダ少し。さあ、残り2分となりました。レダッチ、泣かないで。泣かないでくれ。話せれば怒ろうか、1年分ぐらい。1年分ぐらい。消費税が上がる前に買って送っとくわ。いいんやで。いいんやで泣いても。はい。じゃあ、一応、じゃあもう終わりにしましょうかね。58分なので。そうですね、最後に言う言葉は決めてません。ゴールは終わりじゃない、うん、次へのスタート、うん、ただ、頑張りすぎて疲れた時はここにも居場所があることを忘れないでくださいね。はい、ありがとうございます。1年分のえ、ありがとう。はい、ありがとうございました。それでは皆様、今までご視聴ありがとうございました。すべての皆様に感謝して、ありがとう、またね、はい、また会える日を楽しみにして、この実況配信のね、いつもありがとうございました。いえいえ、繰り返し、はい、ターキーさん元気でね、はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、まだ会う日まで。うわー、皆様方からのコメント、お疲れ様です。ありがとうございます。はい、また会おう。そうですね、さよならは今言いませんので、舌が回らん、最後の最後で。ありがとう、またね。はい、カフェイスさんもお元気で。ターキーの実況配信これにて終了しますけど、さよならは言いません。タイには気をつけてください。お疲れです。はい、ありがとうございました。スクショ一旦おさらばでございます。そうですね、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、チャオチャオ。はい、ありがとうございます。またね。はい、また皆様お元気で、お会いできる日を楽しみにしております。時間が来てしまいました。それではご視聴ありがとうございました。